ああ、もういいです、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 もういい、いいですって、しつこいですよ。ちょっと何ですか、さっきから。え、何ですか、ほんとしつこいですよね、お姉さんね。さっきからここは女性専用車両だから男は乗るなと、男は今すぐ女性専用車両から出ていけと、この車両の中、私のところずっとずっと追っかけ回して、ガミ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 言ってきますけども、一ついいですか、私は女です。え、ふざけてなんかないですよ。え、私は女です。え、なんでおっしゃいました今。私が女だっていう証拠をあなたに見せろって言うんですか。だったらあなたが女だっていう証拠を私に見せてください。された質問に対して答えずに、された質問と全く同じ質問をそれじゃあ逆にと言って投げ返す。女ってこういうことしますよね。今私そういうことをしました。だから私は女です。いや、ふざけてないんですって。あ、駅員さんいらっしゃった。男性の方に聞いてみましょうね。駅員さん、私どう見ても女ですよね。はぁ、わかりません。何ですか、失礼ですね。あなた、ちょっとあなたね、これが LINE のやり取りだったら長文送ってますよ。女は男に対して怒った時 LINE で長文を打ちます。だから私は女です。長文を打って、その長文に対して返信が2行ぐらいだったら、またなんでそんな短いのかと怒って長文打って、ごめんの一言が来たらまた怒って、さらにそれに長文打って、そういうもんでしょ。私そういう女ですよ。はい、どういうことですか。女だって言い張るなら紛らわしい格好するってどういうことですか。え、女だったらなんかネイルの一つもしなきゃいけないんですか。なんかスカートでも履いてなきゃいけないんですか。もう髪も短くしなきゃいけない、短くなきゃ、長くなきゃいけないんですか。蓮舫さんとか短いですよね。あなたが私のことどうおっしゃろうとも、私は女であることは変わりがないですし、私は私です。座右の銘が私は私、女でしょ。ね、何なんですかあなた。私本田翼の CM 見たらとにもかくにもいけつかないんですから。たとえ相手がルックスも良くてめちゃめちゃ売れてる女性タレントでも、嫉妬の炎は絶やさない。それが女ってもんですよね。あなたもこじるりとか嫌いでしょ。もう結構です、はい、もう私が悪かったです。私がもう隣の車両に、ね、行けばいいんでしょ。はいはい、私が悪かったです、すいませんでした。女がすいませんでしたと言ったときはすいませんと思ってませんから。もういいです、あ、もうバカらしいで隣に行きますもん、本当に。あ、もう本当失礼しちゃう。あ、ここの車両、あ、ここ空いてるわね。何ですかお兄さん。はい、優先席ですね。 あそこに荷物を持ったおじいさんが立ってるから譲ったらどうかって。私こう見えてすごい年寄りなんですけど、いや本当年寄りですよ。犬飼ってるんですよ。名前がねリリーって言うんです。飼ってる犬の名前がリリー。年寄りじゃないですか。ありがとうございました。